Hey guys! Thank you for watching my video. This is 関大、ようこそ、アナクタスピーキング。皆さん、こんにちは。英語車掌の関大です。今日もやってまいりました。英語車掌関大の学校では絶対に教えてくれない英語の授業ということでですね、今日も始めていきたいと思います。初めて見てくださった方、僕はですね、このような社内アナウンスに革命を起こした英語車掌の英語勉強法という、この英語の勉強法の出版とですね、またもう一つこちら鉄道関係の本、乗務員室から見た JR ということでですね、こちらのような本を出版させていただいております。英語車掌関大と言います。よろしくお願いいたします。今日はですね、英語の覚え方の授業というかですね、英語をどのように身につけていったらいいのかというような授業をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まずですね、こちら一番上に書かれております、あなたはずるい人、賢い人ということなんですけども、今回これを押さえておくことによって、これから先の英語の勉強方法すごく楽になるのか大変なのかということは分かれていきますので、見ていってください。ということでですね、この星印で書いてありますけれども、目指すのはどっちということなんですけども、まあこれはですね、答えを最初に出すよりですね、ちょっと先をこっちへ進んでいってですね、後でになってからですね、こちらをちょっと書いていきたいと思いますけれども、ね、こちらのさて以下の人はどっちということで書いてありますけれども、この緑のチェックマーク一番上ですね、まずコンビニのレジの横に横入りする人ですね。僕とかもこうやって何かドリンクとかですね、例えばお弁当とかを買ってですね、コンビニのこのレジの前に並んでいました。いきなりですね、横から急いでいるような感じです、ね、入ってきてですね、自分の目の前にレジ並んでですね、もうすぐレジに行ってしまった、そんなような人はもうずるい人なのか賢い人なのかって言ったらですね、どっちかって言ったら皆さんこっちかななんていうふうに思うんじゃないかななんて思うんですけども、まあこのような方が来たらですね、まあ、自分も頭に来ると思いますよね。まあそういうような方もいらっしゃるということでですね、これ2番目のこのチェック、お金を使わずすごいものを作る人、まあすごいものですから何でもいいんですけれども、まあ、例えば少ない資金でですね、まあ、すごいものを作ってですね、すごいビジネスをやるっていうんでもいいんですけれども、このような方はですね、ずるい人なのか賢い人なのかと考えたところですね、どっちでしょうか。僕はですね、まあ、こっちの賢い人じゃないかななんて思うんですよね。ではですね、この最後の3つ目、少ない材料で絶飯を作る人という感じですね。例えば昨日の夕飯のおかずとかでですね、残った材料を使ってですね、次の日に何かすごい絶飯を作るというような形ですね。これはすごいんじゃないかななんていう風になったらですね、やっぱりこっちですよね、賢い人という風になると思うんですけど、まあこちらのですね、3ケースですよね、そのような人ですね、いろいろ書きましたけれども、じゃあ一番上はずるい人なのか、そして2番目3番目はですね、賢い人なのかというような感じでですね、まあ、ある程度このカテゴライズをされたと思うんですけれども、英語の勉強方法だったらどっちがいいのかということなんですよね。最初に戻りますけれども、あなたはずるい人、賢い人ということなんですけど、目指すのはなんとかの人でありますということですね。どっちでしょうか。まあこっち、やっぱりですね、まあ、こう見ればですこっちかなと思うんですけど、ここで答えを、僕なりの答えを書いちゃいたいと思います。答えはずる賢い人ですということですね。今回この2つのいいところを取ってしまいましょうということなんですよね。まあ一般的に言えばずるい人って本当にずるだなっていうふうに思ってですね、うわーなんて思いますけれども、ずる賢いってことがありますよね。これずるいと賢いをいいとこ取りをしたのがずる賢いと僕は思ってるんですけども、このずる賢い人を目指しましょうということですね。これ英語の勉強方法に関してはこれが一番いいということでですね、説明していきたいと思うんですけれども、先ほど説明しましたようなこちらの例ですけれども、これは明らかにですね、ずるい人か賢い人かということでもう完全に分かれてしまったかもしれませんけれども、やっぱりですね、この英語を勉強する上ではずる賢いっていう方がですね、一番得です。例えば僕の場合は今年ですね、僕36歳なんですけれども、僕が英語を勉強し始めたのが32歳なんですよ、4年前ですね。例えばこの32歳から英語を勉強するって言った時にですね、まあ、仕事をしながら英語を勉強してましたから、休憩時間とかですね、帰って仕事がない時、休みの時とかでですね、この空いてる時間を使って勉強するわけですよね。学生の方とは違って、この勉強する時間も限られてるということですよね。そのような限られた時間の中でですね、英語を勉強するといった場合はですね、どっちがいいのかって言ったらですね、やっぱこのずる賢い人が一番いいと思うんですよ。これは英語を勉強するといった時にはですね、やっぱりどれだけ楽をしてですね、これ効果的なことができるのかっていうことをですね、求めた方がいいと思うんですよね。
だからこちらですね、どちらかといったらお金を使わずすごいものを作るということですね。こういう方はですね、賢い人だなと思いますよね。すごいビジネスやっちゃう人とか、じゃあ例えば少ない材料でですね、絶飯を作る人、これ主婦の方とかも、うわすごいな、自分にはできないなと思いますよね。これを目指しましょうということなんですよね。例えばですけど、ここの下のところに英文書いてありますね。はい、The train operation has been 何々ということでですね、こういうような一文を作っておきましたけれども、これはですね、実際僕が車掌の時にこれをですね、異常時ですね、電車が遅れたりですとか運休になってしまったという時に実際に使っていたフレーズなんですよね。こちらのフレーズとかですね、まあここで説明しているのはですね、車内アナウンスに革命を起こした英語車掌の英語勉強法というこちらの本のですね、56ページに書いてありますので、もしよかったらですね、詳しく知りたい方はこちら読んでいただきたいと思うんですけれども、この The train operation has been 何々って言ったところですよね。例えばここに入る言葉ですね、例えば3つですね、3つほどこの単語を持ってきたんですけれども、じゃあどれが入るでしょうかということなんですよね。正解は全てですね。はい、ということでこれ The train operation has been suspended っていうことですね。これはですね、ここまで The train、 これはですね、電車だということをお分かりですね。オペレーション、オペレーターとかオペレーションと言いますね。これ運転だとか運行だとかそういうことなんですけども、has been、 これはですね、これは現在完了形ということですね。まあ前の動画を見てくださった方はですね、have プラス過去分詞ということですね。これ has ですよね。これ三人称単数のトレインなので、この三人称単数ということになりますので has になっているわけなんですけれども、これをですね、the train operation has been 何々と言ったときに。この一つの文ですね、結構長い文じゃないですか。これをですね、覚えるのに少し大変だなぁなんて思うんですよね。だけどもですね、これよく考え方によってですね、このずる賢い方に持っていくんですよね。そうするとですね、The train operation has been suspended. Suspended っていうのは、この野球とかやってる方はですね、suspended game っていうことですね。例えば悪天候になってしまって、中断してしまうということですね。これ中断って意味なんですけども、suspended。で、これがですね、例えば The train operation has been suspended っていうとですね、ただいま列車の運行を中断しておりますということですね。例えば安全確認のために一時的に止まっておりますっていうような時にはですね、こちらを使うわけですよ。で、例えば delay、 これはですね、 delay っていうのはもう遅れるということですね。サッカーとかでディフェンスするときにですね、相手が攻撃してきてですね、ディフェンスの数が足りないからお前ちょっと遅らせとけっていうことで delay っていうことで言うと思うんですけども、これは delay ですね、遅れるということです。 The train operation has been delayed ということでですね、これでこの電車の運行、電車はただいま遅れておりますということでこれ使えるわけですよ。で、これ最後の3つ目ですね、キャンセル。これキャンセルはですね、これキャンセルですよね。例えば旅行がキャンセルになってしまったとかでよく使うと思うんですけれども、これ運行を休止するということですね、運休になってしまった。これはですね、The train operation has been cancelled っていうことで、どれもですね、中断する、遅れている、これで運休になるっていうことでですね、ここの部分だけ変えれば、全部変えなくてもいろいろな文章が作れるんですよ、ね、これを僕がですね、連結線ワークと言ってるんですけども、さまざまなこれ1つ2つ3つ4つ5つ6つとですね、これ車両がこれあるというふうに考えてですね、この部分だけ連結部分をですね、変えてあげるだけでですね、いろいろな文章になるということで連結線ワークというふうにやってるんですけども、こんなですね、The train operation has been suspended っていうのを一文を一つ覚えて、次に The train operation has been delayed、 また一文長いのを覚えて、3番目 The train operation has been cancelled っていうようなことをですね、3つ長い文章を覚えると思ったらですね、すごい憂鬱になるんですけども、実はですね、ここの部分ですね、ここの部分、前の部分だけ覚えて、ここだけ書いてあげればいいんだよって思えばですね、すごく楽なんですよ。ですので、このようにずる賢い勉強方法、これをですね、目指していきましょう。例えば僕のようにですね、32歳から英語を勉強したとかですね、まあこの仕事をやってる中で、ね、英語を勉強してる時間がないなんていう方はですね、余計にですね、こういう感じで考えてですね、効率よく勉強していくことがポイントとなります。ということでですね、皆さんはこの勉強方法をずるいのか、賢いのかっていうふうにですね、この考えた時にですね、英語は海外の方とコミュニケーションが取れればいいんです。ですので、ここだけ変えるだけでいろいろな文章が作れると思えばですね、どっちかって言ったら賢い人になれると思います。ですので、いちいちですね、たくさんの文章、長い長文を丸暗記して、これが実際の場面で使えるかなんていう感じでですね、覚えるよりはですね、ここの部分だけ覚えちゃって、ここだけ変えちゃえばいいわけですよ。
一つのベースがしっかりしていれば何でも応用が効きますから、ということでなるべくこのようにして覚えた方が得だよということをですね、今回ご案内させていただきたいと思います。今回も最後に出てくる英語車掌くんが何か言っています。ポイント、少ないなんちゃらでなんちゃらを作ろうということなんですけども、これ少ない語彙力でフレーズを作ろうということですね。はい、こちらがポイントとなります。皆さんを楽していい成果を上げたいですよね。これはですね、きっちり勉強したから英語はペラペラと喋れるということではなくてですね、ポイントを押さえて覚えて、しかもそれが使えれば相手とコミュニケーションが取れるということですよね。ということで今回はあなたはずる人、賢い人ということで、このような題材でやってきましたけれども、あなたが目指すのはずる賢い、少ない語彙力で効果を発揮しましょうということですね。ということで今回もやってまいりましたけれども、いかがだったでしょうか。英語車掌関大は英語関係のこと、活動関係のことを主にこのような動画でシェアをしております。ですので、もしよかったらですね、初めて見てくださった方、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします。またツイッターをつぶやいておりますので、もしですね、よかったらこちらもフォローお願いいたします。ということで、またお会いいたしましょう。ありがとうございました。バイ。